ルーカス・グローバーは、アメリカ・サウスカロライナ州、グリーンビル出身の男子プロゴルファー。2009年の全米オープンゴルフ優勝者である。2005年10月の、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート・クラシックで、PGA ツアー初優勝を挙げた後、4年ぶりのツアー2勝目を、メジャー大会の全米オープンで獲得した。身長188センチメートル、体重88キログラム。 最近の日本語メディアでは、ルーカス・グラバーの表記も増えている。グローバーは、祖父の勧めにより、ゴルフをはじめ、サウスカロライナ州にある、クレムゾン大学の学生ゴルフ選手として活動した後、後2001年から、プロゴルファーになった。2002年6月、彼は、ニューヨークにある、ベスページステートパーク内にある、ブラックコースに、予選会から出場し、この時は、 予選落ちに終わった。この年から PGA ツアーの下部に位置するネーションワイドツアーを回り始め、2003年にネーションワイドツアーの賞金ランキング17位に入ったことにより、2004年に初めて PGA ツアーのメンバーとなる。しかし、2004年の PGA ツアー賞金ランキングで134位にとどまり、 次年度のシード権を確保できる125位以内に入れなかったことから年末のクオリファイングトーナメントを受験したこともあった。2005年10月、グローバーはウォルトディズニーワールドリゾートクラシックでツアー初優勝を果たす。この優勝で賞金ランキング28位に食い込んだ彼は年間賞金ランキング30位以内の選手のみが出場できる。 ツアー最終戦、PGA ツアー選手権にも初めて出場資格を得た。2006年以後のグローバーは、PGA ツアーで安定した実力を発揮できるようになったが、優勝にはなかなか手が届かなかった。2007年には、プレジデンツカップのアメリカ代表に初選出され、チーム戦に初出場する。2009年の全米オープンで、グローバーは、 予選会から出場した。会場は7年前の初挑戦と全く同じベスページブラックのコースだった。この大会は初日から雨天による中断と日程順延の連続で最終ラウンドの終了が月曜日までもつれ込んだ。グローバーは第2ラウンドを64で回り、ここで一気に主導権を握る。最終日はなかなかバーディーを奪えずに苦しんだが、 彼の最終スコアは4アンダーパーとなり、2位イの3人に2打差をつけて優勝した。こうして、ルーカス・グローバーは4年ぶりのツアー2勝目をメジャー大会の全米オープンで決めた。その後、彼は同年8月の全米プロゴルフ選手権で単独5位に入賞し、10月のプレジデンツカップでも2回連続2度目のアメリカ代表選手を務めた。ありがとうございます。